メキシコで日本企業進出により治安が改善されたことが話題に。人件費の安さなどから世界中の企業が進出しているメキシコ。2015年現在、メキシコに進出した日系企業は900社以上に上り、それに従って在留邦人の数も年々上昇しています。メキシコの中でも特にグアナファト州にはトヨタ、ホンダ、マツダなどの自動車メーカーが生産拠点として続々進出しており、現地紙の記事によると同州の在留邦人の数はここ4年で4倍になったそうです。在留邦人は州内最大の都市レオンに集中しているとのこと。記事では日本人駐在員の数が増えるに従って州内における犯罪の認知件数が減少し始めたことも紹介されており、そのことがメキシコの人々に驚きを与えています。コメント欄にはメキシコ中の都市に日本人が配置されることを望む声など様々な反応が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。今回の動画の関連情報は下の説明文内のリンクからご覧ください。